はい。さあ、デーリングザ QF も、もう12回目を数えます、大会になりましたけれども、ベスト8、02UM、まず第1試合目、まあ、身内の関東対決、ナルポン対大井戦争じゃ。 1P に座っているのは、ナルポンのナル、ポンザ、2P に座っているのは大井戦争ジャンプ、ジャンプ子、さあ女性プレイヤーですね、ウラシルミ、シャンフェ、パオ対ベニマルイ、よりカスミ、まあ、どちらもちょっとこう、まあ、02UM のメインストリームのキャラとしては少ないキャラはカスミぐらいですかね、K ダッシュ、ネームレス、カスミ、クーラーみたいなチームが多い中で、ベニマルよりカスミ対シェルミ、ユラシェルミ、シャンフェ、パオということで、暗黒大冒険は無敵がない。上にどんどん被っているのはナルポン、アンピー側、ポンザ、さあ一部では闘神として名高いやり込みの男、ジャンプ D、ジャンプ D、金 D、 片手駒、ダゲージも溜めながらうまい具合に、さあ上のガイライジンの杖で刺さる、おお、ジャパン、さあまず1本目ジャパンいただきました、2本目、ダブルジャパン。さあ朝から新鮮なジャパンをいただきまして、先制したのはツーピーが多い戦争じゃ、ジャムコ、ただゲージはしっかり溜まっているより、エディが速い、おジャンプリーがキャストイパクにしてゲージを溜める上昇流、またどっちの中堅対決ですが、まずはジャンプ D が相打ちになってダメージでボンといったところ、まあ、ジャンプ子のターンは4回でしゃがみしを置いているが、いよいよラッシュが始まっている、タップの様子に上がりそうでしたら、アウマの出し切り仕上げて、さあ上げました、ここは選手の5選択丁寧に重ねていった、ポンサの勝利、ラウンド4。さあそして最初はパオだが、ちょっとゲージが足りない、心もとない、ここは溜めていきたいところだな、サイコボール、サイコボール、嫌がらせをしていく、ジャンプリー耐えたってかかって裏回って極度剣、立ち立ち投げを外す、まあ、ダルトの方はゲージが満タンなので、ダルトじゃないや、ポンザだ、ポンザの方はゲージが満タンなので、さあまあどうでも使っていきたい、ジャンプとしては刺さる、まあ、ゲージを使わない三段なのか、ここでガーキャン、さあジャンプ子のパオのゲージが徐々に溜まっている、じゃエンディ踏ませる、さあパオのガクラゲージが溜まっている、ここで男もいかない、さあ安いが堅実に取っていく、しゃがみしゃ1、なんと極度剣、さあ気がつけばポンザのイオリがナルポンの大将、ナルトは多い戦争じゃ、昨年の優勝チームというか、昨年、昨年というか、おととしの優勝チームの一角であります、M ダッシュ。さあ、KOF2002 回においては頂点の一人でしょう。さあ、先ほどのジャムコとは変わって、いや、ナルトさん、そのキャラじゃないでしょ。はい、そうですよね。オーダーセレクト。Kダッシュ、クーラネームレス対カスミ、Kダッシュネームレス、さあゼロリウムらしくなってまいりました。さあこの試合もちょっと乗っかりがうまくいけばカスミが有利に進めるそうですが、うまい裏側に返して、今度は乗っかっていくのは次が M ダッシュ、白弾も空振りを伸ばしたか、M 一発、さあお互いまだ硬いか、動きがだがきっちり多くない対策か、ハンザーを決めて、まだまだ体力リードをアンピーがナルト、ダークを使って、今度はエムラッシュが押していきたいが、今だ5分ぐらいかな、さあここからのワンダメージが大きくさえしそうだが、ヒットを取ったのはナルト、ガーキャンワンブリューセスを仕込んで、早出しから DC 確認、さあまずはナルトが口プレーで外から攻撃していく、ただが去年の決勝、さあ圧倒的有利な状況から逆転を果たして M ダッシュ、まずはその底力から見せてもらいたい、着地に確定させていく、
やベースを守れないと一気に崩れるぞ。それが霞の怖さ。無理をしない無理をしない、裏回りをしている M ダッシュ。さあこうなると霞は追いかけていかなきゃいけないが、慎重にいったジャンプにうまく置いている。やはりこの窮地に立たされながらもうペースを崩さない。この精神力は M ダッシュの強さの一つなんですよね。さあそして同キャラ、まあ、これでどう来るのか分からなくなりました。引っ掛けていくのはツーピーが、茶色のゲーダッシュ、夢ダッシュ、仕掛けのホームになってきたぞ。あーここからもう同キャラ戦、どう転ぶか一切わからない。あーインシュート、インシュート打ちまくる、バックステイ、インシュート。さあどこで触りにいくか、お互い我慢、我慢比べ。走ってきたところにこう足を刺すフラッシュ。やはりこの辺りセンスは一級品。ここでジャンプを通す、この1回で勝負を決めてくる、さすがの M ダッシュ。さあ先に大将が出てきたナルト、これはちょっと苦しい状況だ。まずは K ダッシュを何とかしないと、もう行っていたらこの辺に刺さって、これはさすがにしっかり練習している。またゴブに持ち込んでいく。さあ試合1試合目からいい勝負。さあ現状やや K ダッシュよりですが、どこで使っていくかっていうのはすごくこれは大事な試合ですね。逃げるしかないんでワンコンボでは倒しきれない。かぶせているのはなんと昇竜パンス。あーガードしてる。まずワンコンボ、Mダッシュは決めていく。そして選択は裏、きっちりガードしてまだワンチャンスは全然ある。前引っ掛ける。さあこれでナルトはほぼ3ゲージ。さあ追いかける、刺して いかない、まだいかない。さあっと前が5段目で発動できない。どうぞ、あー決定的な一撃が決められない。勝ったのは M ダッシュ。やはり初手落としましたが式なので、勝った、チーム同士というか勝ったプレイヤー同士が対戦になります。じゃ決定戦は、ナルコンの 1P がポンザ対 2P が M ダッシュ。オーダーストライク。さあ M ダッシュ彼と勝利を収め決定戦に駒を進めます。対して 1P がナルポンのポンザ、ナルトは、先方で出ていたポンザに、勝ち抜きの望みを託すことになりました。まずはバイツ、刺さって先制するのは M ダッシュ、シャガビー確定です。カウンターを取っていく。おっとこれは美味しいぞ、ジャンプの5人下が勝利が出る。投げを外して、あーポンザガードしてる。体が前に出てきたところに投げが刺さってオウムで5分。あーこれが辛い、確定です。しっかりガーテンを切ってダメージ済んでちまちまとダメージを取っているが、さあこの横押しがうまい。さあ真空片手ゴムで削りに行こうとしましたが、クーラーの MP が出ている。きっちり止めていって先制したのは 2P が M ダッシュ。ナルコンの初手、ポンザの寄りですがジャンプキー、
さあうまくタイミングを透かしてダメージを取っているが、やはり硬い。おっとなんだ、エンディーか何かの漏れでしょうか。コトツキが出てしまってワンコ、おいしいワンコンボが決まる。うっとうしい。あーいやらしい距離で立ち回る M ダッシュ。あーチームナルポンのナルポン負けにしまして、ドポンダが畑を取らなきゃいけない場面ですが、かなり苦しい状況をかける。エイクするがここは勝利が刺さる集団。ライブダッシュ側じりじり立ち回ればもう OK、 使えさせれば OK というような感じ。いやだが今度しっかりここは走り込んでジャンプリー後転させて中堅対象戦へ。開幕走り込んでいく。中断がありますがゲージがないため発動できません。ガーキャンで押し込む。さあここはガーキャンで押し込んだ方がいいという選択肢。さあ M ダッシュもここは攻められてめんどくさい。あー壊した。この壊しがめんどくさい。投げる、投げて、まだ投げる、いやがらせるように投げる。ここで中断。さあ乗っているゲームダッシュ。さあ危ないところでしたが勝ったのは大井戦争じゃジャムコ、M ダッシュです。いやピンチになりましたが